ごくねハードなテーマで最初は、まあ、この曲はあの監督がさっき A メロっていうかね最初の部分を作って山の部分が僕が作った感じなんですけども、まあ、聴いてください。一くずって愛してくれなくて構わない、愛するつもりもないなら傷つけられたって構わない、私が悪いから。夕焼けなんて見たくない、どうせまたすぐに夜が来る。神様なんて頼まない、だっていないから。ねえどうしてこの世に私を呼んだの、そばにいて。怒鳴られたって構わない、あなたの声が聞けるなら。されたって構わない、いい子にしてるから。ねえどうしてあなたが私のままなの、あなたを呼ぶ声は最後に一言ずつ、そしたら松木さんからなんか告知なども含めて大丈夫です、告知はあ、そうですでも本当、こういう状況の中で、ね、劇場に来ていただいて本当に感謝しております、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、美蔵さんの歌がめっちゃ良くて、ね、見てても人間なんてクズだものっていうこの歌詞が一番入ってきたところが目の前で生で聴けてよかったです。
貴重な夜をありがとうございます。皆さんと一緒に共有できて嬉しかったです。ありがとうございます。最後までありがとうございます。吉本さん、何か告知などありましたら。このもう見た目から何からも大阪バリバリの僕がこうやってこの映画を機会に東京に来れたのはすごい嬉しいです、はい、もし時間あれば東京見物して帰りたいんですけど、はい、今コロナがね、うるさいんで残念です。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ですね、僕から、売店でですね、パンフレットが販売しております。あと吉村さんの CD が売っております。あと、ポスターも販売しておりますので、もしよろしければぜひお買い求めいただければと思いますので、ということで、舞台挨拶も終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。